お昼ご飯、大きなメンチカツ、安楽、バナナスペシャル、安楽、とろけるカフェオレ。ということでね、激アツですけども、汗だらだら、外行って、まあね、気をつけないと。うん。うまっ。久しぶりに食べたな、これも。大きなメンチカツも。大きなハム、エッグ、卵が。あ、これも好きだけど。あれがね、大きなハム卵、うまいんだよ。これもね、大きくて、うん、ついにね、新紙幣両替してきて、ショートの動画にありますけど、新紙幣に両替する人来てて、まあ、そんな並んでなかったんで、昼時だから混んでなかったかもしれない。やっぱね、嬉しいね、なんか。なんか20年前が、2004年が前の新紙幣発行で、まあ20年前も盛り上がってたと思うんだけど、その時まあお金なかった、芸人始めて2年目ぐらいか。お金なかったから、そんな、両替したり、ねえ、これは新紙幣だとか、やんなかったなぁと思って。絶対今ぐらいの感じでね、ニュースとか盛り上がってたと思うんだけど。やんなかったな、俺は、記憶的には。あ、出回、まあ、ピン札だから全部。
もし出回ってるのもね、ピン札が出回ってるから手に入るのはピン札だろうけど、街でね、買い物してお釣りがピン札ね、新紙幣とか、まあ、それ全部ね、今はピン札だろうか。うん、うまい。一個カロリー560キロカロリー。あとなんか前動画にあげた、ペヤングの大盛りがまだ食べれてないっていうか、なかなか食べる。カップラーメンいっぱい買って結構溜まってきて食べるあれがなくて、そしてこれも久しぶり、まあ半額だから買いましたけど、バナナスペシャル、これもねほんと美味しいね、バナナクリームが、ほらこれこのまんまあれだ、行くしかない。うん、うまっ、ペヤングのね、爆盛りとかね、あとUFO か、あれもなんか大きいのもあるからね。これうまいね、クリームが。もう、まあ1万6千円今回両替したんだけどね、まあその1万6千円まあ新紙幣に両替したんだけど、まあそれを使わずにね取っとくっていう、まあ一万、まあね、生活費がね、
1万円5000円、1000円。それを生活に当てるっていう、まあ予定のお金だったかっていうね。まあまあ。まあ、でかいですよ、僕からしたら。1万6000円分の、それを。これ1個は469キロカロリー。あ、2個で、1000キロカロリー。560と469だから。これ2個で1000キロカロリー。もう一個ね、買おうかと思って。買わなくてよかった。まあ、あんまり食べ過ぎ良くないから。ごちそうさまです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。